大輪電駅は奈良県北葛城郡河井町大技大輪電にある近畿日本鉄道田原本線の駅。駅番号は I42。島式一面二線のホームを持つ行き違い可能な森土高架駅。ホーム有効長は3両分。トイレはホーム上にある。王子駅管理の無人駅で自動改札機は導入されておらず。 ピタパーイコカは専用の簡易改札機による対応となっている。サミタ川寄りに校内踏切が存在し、駅から出入りすることが可能である。ただし、改札や切符売り場は存在しないため、新王子寄りの階段を降りた場所まで行って切符を買う必要がある。当駅では昼間時に列車交換がある。なお、かつては新王子当駅間の区間列車もあり、現在でも、 車両の方向膜に、普通、大院電の表示が残されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。いずれの路線も1日5便の運行となっている。また、月曜と年末年始は運休する。運賃は無料である。1日1便、朝ラッシュ時に、北葛城郡蒲巻町の片岡台三丁目場指定を、 始発とする大林電駅行きのものが存在する。大林電駅を始発とするバスは存在しない。駅から最寄りの徒歩約五部のところにある中山台二丁目バス停を利用すればよい。ありがとうございます。